皆さんこんにちは、中村優子です。皆さんこんにちは、日経ビジネスの酒井大輔です。今回の日経ビジネス特集は、可視化経営、人的資本もリスクもつかむです。この考慮図は考慮直後の日経ビジネス編集部からお送りしています。では酒井さんのお話を伺います。考慮お疲れ様でした。お疲れ様でした。読ませていただきましたが、私が気になったのは、ウェビナーの視聴者の感情を、はい、可視化できるという、面白いですね、はい、時系列で見られるというところなんですけど、はい、私やはりウェビナーの司会とかもすることがあるので、うん、はい、怖いんですけど、ああいったものを分析できたらいいなと思いました、はい、うん、まあ、特に画面オフだと反応がわからないですね。そうなんですよ。実際笑ってるのかどうか、はい、そう、渾身のギャグは言わないですけど、はい、そういうのの時の反応がわからないとちょっとやりにくいですもんね、はい、出演者側は、まあ、実際見えて笑いがゼロだったみたいな それも逆に怖いんですけど、それも分かっちゃうから怖いんですけど、残酷ですけど、でも見えるっていうのはすごい、はい、ね、可視化見えるか進んでますね、はい、うん、そうですね、見えるかっていう、まあ、可視化っていう言葉自体は10年以上前に一応ブームになってまして、うん、はい、ですけど、その可視化してから実際そのデータを活用できているかどうかっていうと、うんうん、まだまだだと思ってまして、いまだに現場では監督経験に頼っているみたいなところがありますので、うん、はい、そこへの問題提起という意味も込めて今回の特集になってます。うん、あと、そうですね、副題にあった人的資本という言葉があると思うんですけども、うんうん、特にコロナ禍で人と人の、はい、社員と社員のつながりみたいなのが見えなくなっているっていうところで、このつながりを可視化するっていう、うん、でそれをこう実際エンゲージメントスコアという形で外部に公開するっていう、そういう新しい動きも出ているので、そこもフォローしていきたいなというふうに今回の特集では考えました。はい、印象に残っている取材先はどこですか？はい、サラダ専門店のクリスプサラダワークスというところがありますけども、はい、そこは社内で取得したデータをもう惜しげもなく外部に全部公開しているんです。はい、そこで見えてきたのが、やっぱりスタッフの方の接客によってやっぱり再来店率が違うと、うん、この店員さんから買いたいとかっていうのは絶対あるわけで、これを可視化できれば本当に同じ時給じゃなくて、本当に素晴らしい接客をする人なら時給3000円でも払っていいという、はい、そういうことができるんじゃないかという。で、接客っていうのは誰でもできるような仕事じゃない専門職、はい、うん、プロフェッショナルになるっていう、その考え方は面白いなと思いました。面白いなと思いました、はい、残り30秒となりましたが、酒井さんに伺いたいんですけど、はい、可視化したい、見える化したいものって何かありますか？ちょうど明日健康診断なんですけど、タイムリー、はいはい、年に1回の、うんうん、で、まあ、その自分の健康状態こういうふうにすれば、はい、いいですよっていうのをサポートしてくれるような見える化が欲しいなと、はい、結果だけじゃなく、まあ、そうですね、その後どうするか、食生活だったりとか、まあ、多分今それ健康診断だからそう思ってるかも明日以降はどうかな、明日以降は忘れてるかもしれないですけども中野さんが見える化したいものはありますか？見える化というか、先ほどのクリスプの話ですけれど、はい、私3000円の時給いけるんじゃないかなと。あ、その自信を可視化しましょう、うん、確かに、はい、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、日経ビジネス最新号10月24日号は明日10月21日以降順次定期購読者の皆様のお手元に届くほか、日経ビジネス電子版でも公開されます。来週10月24日月曜日には一部の書店やキオスクでお買い求めいただけます。ぜひお読みいただければと思います。改めて酒井さん、考慮お疲れ様でした。見える化します。はい、お疲れ様でした